こんにちは、スタイルバイルドームの高橋です。今日はですね、エリフィスラブークル松原さんとエリフィス丸の内店の勝川さんに来ていただいてるんですけれども、今日何をするかというと、とあるアイテムを使って1週間コーディネート2人で手分けしてという形になるんですけども、やっていこうと思ってます。何を使うかというとですね、これ何ですか？急に降ってきましたけど。これはナイキのエディスの別注のショーツですね。ああ、なるほど、はい。ちょっと広げていいですか？どうぞ。あ、だいぶ軽いですね。そうですね。もともと水陸両用で使えるものなので、かなりこう軽さのある生地になってます。カラバリが大変豊富で、はい、ね、これを使ってじゃあ、そうですね。ちょっとなかなか難しいのもありますけど、大丈夫ですか？もうそこはもう任せてください。で、実際に、撮影したもうあの V があるので、はい、ちょっとそれ見ながらね、解説していただこうと思ってますので、早速見ていきましょう。松原さん、じゃあ早速解説をお願いします。はい、このエメラルドグリーン、まあ、かなりちょっとブルー系のショーツをメインにして、うん、合わせまして、トップスは、まあ、ちょっと白っぽい爽やかな透け感のある夏っぽいトップスを合わせて、ショーツを目立たせるようなスタイリングにしてます。ちょっとこの透け感がいい感じに夏っぽさ出してます ね、はい、すね。あと、まあ、インナー黄色も使ってて、あえて全体を明るめなトーンで合わせてます。勝川さん、どうですか、はい、このスタイリング。いや、ソックス合わせが確かに、はい、ありがとうございます。聞いてます。ショーツとソックス合わせがいい感じですよね。はい、そして続いて勝川さんのコーディネートなんですけれども、こちらは、はい、カーキですね、使ってるのは。あ、カーキですか。カーキです。ちょっとミリタリーベースに全体的にモカシンと、ノーカラーのシャツジャケットで合わせまして、うんうんうん、でインナーのオープンカラーのシャツと、ノーカラー この襟元 このバランス感が割とポイントだったりしてます、ね。うん、確かに、はい、オープンカラーでちょっとこの色気出してる感じが効いてますね。いいですよね。でさっき勝川さんが話してくれてた、やっぱこのショーツが色味がなんとなくこうミリタリーライクで、このインディゴのシャツとも合わせて男臭くていいですね。続いて松原さん、はい、今度はそうですね、パープルのショーツをメインにしているので、少し色味がこうレトロな、少しクラシック感もある色味だったので、あえてポルシャツをトップスに合わせてます、うんうんうん、そこでちょっとこうクラシカルな雰囲気っていうのを強調させて着てますね。このポロシャツオーバーサイジングでいいですね。そうなんですよ、かわいいですね。袖がめちゃくちゃ溜まって、はい、そうなんですよ。結構袖のリブが強めなので、袖のこの太さがすごい強調されてて、クラシックなんですけどサイズ感が今っぽい感じで、確かに、はい、バランスを合わせてます。これ普通のサイズのポロシャツだとなかなかね、危険度高いと思うんですけど、サイジングで今っぽくしていると、はい、続いて勝川さん、はい、こちらはですね、オレンジの、ショーツを使ってまして、一応まあ際立たせるためにまあゆったりと 白のシャツでシンプルに合わせてます、うんうん、ちょっとこうリゾートっぽい雰囲気のスタイルを、はい、イメージして組んでみました、うん、このオレンジ効いてていいですよね。そしてシャツがまたちょっと色気を意識してる感じの、ボタンまたちょっと上げてしまってます、うん、上げちゃってまたいいですね。恥ずかしい、やっぱこういうスタイルに似合いますね、うん、あ、本当ですか、うん、いや嬉しいですね。今いくつでしたっけ。今24ですね。え、24、色気という色気、今後どうなっちゃうんですか。ありますね。じゃあ続いて松原さんのコーディネート、はい、
今度ナイキはネイビーのショーツを使用してまして、はい、トップスもボーダーのカットソーを合わせて、まあ、より夏感というか、まあ、全体をネイビー系、うん、ブルー系でまとめているので、その爽やかさみたいなプラスしてます、うん、それだけだとちょっとカジュアルな感じになるので、まあ、ベストを羽織って、まあ、少し品だったりとか、うん、まあ、締めてますね、スタイリングを、うん、はい、このベストが入ってくることでちょっとシャキッとというか締まりますね。はい、はい、春川さんのコーディネートです、はい、ベージュです、うん、ベージュでして、まあ、全体的に暖色で、まあ、色を揃えてまして、うん、インナーに古着のベースボールシャツを入れてるんですけど、そこのベースボールシャツの裾のラウンドが、まあ、着てるシャツジャケットとノーベントのバランスと、うん、レイヤード感が結構こうバランス良くて、そこがポイントです、ね、うんうんうん、でグルカサンダルでちょっと締めてるような上品なものしてます。なるほど、はい、これベースボールシャツなんだ。そうですね、この発想はなかったな、ね、ちょっとまたボタン開けてしまった。また開けてますよ。ボタン開けますね。いや、僕も開けることに分かりますよ、すごい。開けたくなりますよね。開けたくなりますね。いや、これが似合うっていうのはやっぱすごいな、うん、すごいですね。これは少し上級編ですけど、うん、あのぜひね、ちょっとこうトライしてもらいたい。この色合わせとかね。そうですね。あとバンドカラーのシャツとかでもできそうですよね。確かに確かに。そうですよね。いいかもですね。ですね、はい。そして、松原さんのコーディネート、最後これグレーのショーツを履いているので、少しこう色のメリハリをつけたくて、トップスにカルの黄色のシャツを使用しています、うんうんうん、素材感もリネンのシャツなので、すごいこう軽やかさもあって、かなり爽やかな雰囲気になったかなと思ってますね、うん、確かにシャツで夏らしさ出てますね、はい、足元レザーサンダルで、ちょっとこう全体シャツ羽織でカジュアルなので、少しこう引き締めるためにレザーサンダルを使ってます、うん、なるほど、このレザーサンダルもまたね、デザインが少しあるんですけど、はい、どちらかというとクラシック寄りの、うん、そうですね、グルカに近い形ですよね。そうですね、出ますね。やっぱりこの2人のスタイリング、どれも共通して言えるのは、あのカジュアルなもので、夏ってどうしてもメンズってこう合わせれるアイテムって限りが出てくると思うんですけど、こういった色合わせだったりとか足し引きで、まあ他と差をつけるじゃないですけど、そういった自分らしさもこういったところで表現できたらいいですよね。はい、はい、2人とも素敵なコーディネートでした。ありがとうございます。ありがとうございます。1週間コーディネート、お二人で共同で作っていただきましたけれども、はい、いかがだったでしょうか。ぜひね、この松原さんのこの時のスタイリング良かったとかあればぜひ教えてください。初感想もしあればね、ぜひ教えてください。はい、ということで、こちらのナイキなんですけれども、詳細を教えてください。はい、ナイキの別注ショーツで、もうエリウス全店でもうすでに発売しております。はい、EC サイトのベイクルーズストアでも発売しておりますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います、はい、これだけ空張りがあればね、そうですね、もうこれとネイビーとか、はい、選び放題、これとオレンジとか、はい、ね、ぜひあの2人 の, あのスタイリングを参考にしていただければと思います。そしてですね、こういったスタイリングのコーナーも見たいですとかあれば、合わせてコメントにて教えてください。ではですね、今日お二人ありがとうございました。ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。